んにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの飼育や観察に役立つ情報や、アリのペットとしての魅力を、美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。はじめに、皆さんに報告です。浜田屋チャンネルさんから、クロオアリのコロニーをいただきました。クロオアリは、我が国で最もペットとして人気の高いアリですが、まだ手元にいなかったので、ぜひ飼ってみたいと思っていたアリでした。浜田屋チャンネルさん、ありがとうございました。この動画では、はじめにクロオアリのコロニーについて紹介し、その後で、肉餌と蜜餌を与え、栄養交換の様子を観察します。肉餌は鰹節、蜜餌はミルクシュガーをそれぞれ与えます。この動画を最後まで見ていただくことで、クロオアリをすでに飼っている方は、飼育の参考になりますし、まだクロオアリを飼っていない方には、クロオアリの可愛さをお伝えできると思いますので、ぜひ、最後まで見てもらえると嬉しいです。こちらは上アリです。クロオアリは、多種性のアリなので、一つのコロニーには一匹の上アリがいます。周囲には幼虫や繭がたくさんありますね。大きな繭はメジャーワーカーの繭と思われます。現在、このコロニーは、上アリも含め、約40匹のアリで構成されています。こちらはメジャーワーカーです。メジャーワーカーは、体や頭が他のワーカーよりも大きいのが特徴です。動くスピードが遅く、普段はあまり働かないのですが、パワーに優れており、大きな獲物を解体したり、大きなお腹で養分を貯蔵するなど、コロニーの発展に重要な役割を持ちます。以上がコロニーの紹介になります。ここからは、今日のクロオアリへの餌やりについて紹介します。今日、クロオアリに与える餌は、鰹節。これは肉餌として与えます。それからミルクシュガー。これは蜜餌として与えます。蜜を取り分けるためのスポイトや、餌場としてつなげるチューブも用意しています。では、まず鰹節から与えていきます。鰹節は、キダボでせき止めたチューブに入れて、現在ついているチューブとつなぎ替えることで与えていきます。本来であれば、餌場を用意した方がいいのですが、今回はこのやり方で与えていきます。鰹節を入れたチューブを接続すると、すぐに伝令役のワーカーがやってきて仲間に情報を伝えます。すると、他のワーカーもやってきて、鰹節を食べ始めます。鰹節を食べているところを摂取してみました。チューブの中にワーカーが入って、中にある鰹節を食べます。食べた後、鰹節を加えてどこかに行きました。どこに持って行ったのでしょうか。すぐに別のワーカーがやってきました。鰹節を食べる様子を観察してみましょう。鰹節ですが、ここに持ち込まれていました。ここは肉餌を一旦運び込み、食べた後でゴミとして捨てる場所になっています。黒いゴミは、これまでクロオアリたちが食べた虫餌の残りカスになります。一匹のワーカーがアリの亡骸を食べていますが、これはクロオアリではなく、先日突然死したウッメンマツオアリの羽付き女王になります。飼育中のアリが死んだ後も、その命を無駄にはせず、肉餌として活用しています。
ここまで肉餌であるカツオ節を食べるところをお伝えしましたが、次は、ミツエサのミルクシュガーを与えていきます。ミルクシュガーは卵のパックに取り分けて冷凍していたものを解凍し、スポイトでチューブに入れて与えます。では、クロオアリにミルクシュガーを与えていきます。先ほどと同じように、ミルクシュガーを入れたチューブを、現在ついているチューブとつなぎ替えることで与えていきます。与えてすぐにワーカーがやってきて食いつきましたね。クロオアリがミルクシュガーを飲む様子を摂写してみました。クロオアリは、黄色シリアゲアリのように、一度に大量のワーカーが集まってくるのではなく、2匹のワーカーが先に飲み、コロニーの他のメンバーに栄養交換で分け与えるというスタイルです。クロオアリがミルクシュガーを飲む様子を4倍速で観察していきます。蜜餌を飲んだ後は、栄養交換になります。栄養交換では、蜜餌を飲んだワーカーが、別のワーカーに、蜜餌を口移しで分け与えます。このようにして、コロニー全体に栄養が行き渡ります。映像を取り損ねてしまいましたが、女王アリにも、ワーカーが口移しでミルクシュガーを分け与えていました。その後も、室内の至るところで栄養交換がされていました。こちらは、メジャーワーカーとマイナーワーカーの間の栄養交換ですね。そしてその右側は、マイナーワーカー同士の栄養交換になります。クロオアリは栄養交換の様子や、餌を食べる様子がとても可愛らしいアリです。胸赤オアリと日本最大を分け合う種類でもありますので、大型でとても観察しやすいです。クロオアリをまだ飼われたことのない方は、ぜひ、飼ってみることを強くお勧めします。クロオアリを飼われている方は普段、どんな餌を与えていますか？ぜひ、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信する、アリの飼育に有益な情報を素早く手に入れることができると思いますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。ツイッターやインスタグラムもやっていますので、よかったらそちらも見てください。ではまた。